くさびのデーモンは強敵ですよ。過去に例がない強敵ですよ。よし、戦いの始まりです。こいつの完全体は結局出なかったですね。くさびのデーモン完全体、なんかまだ生きてる、まだ生きてる。あ、違う、これ死んでるんだけど、あれか、止まってですか。危ねえ。ダメか。二人で殴れば結構ひるむ説が。なわけにしも。あ、早い早い、超早い。みんなで殴れば怖くないってさ、小学校で習ったわ。拳でもみんなで殴れば怖くない。はい、いやー2発、しかも今多分チェインだったな。痛い。この辺まで。あー、自分から突っ込んでいくのか。あ、無理。バーン。めっちゃ強い。これは長丁場ですよ。ちょ、助手入れたい、助手入れたい。あ、何も尻尾の先かな。僕の神様みたいな歌声を永遠流すってのがありな。高橋の歌う童話集、犬のおまわりさんから始まるからな。やったー。問題はここからなんですよ。ここまではまあいいですよ。序の口、残りの2体ピースずつやりたいですよね、やっぱやるなら。でも相当手前で戦わないと。あ、後ろのやつ反応してるもんね。ここで反応しちゃうんだもんな。厳しかー。で、僕は後ろのやつを相手しますよ。抜けられない。そうはいかん先。うわー、すげえなー。その通り落ちるか。1200くらいですよ。大変だな。スーパーヒーロー着手だ、今の。スーパーヒーロー着手だ。何発されたよ、もう。はい、じゃあ。ストック当てて下降りてかな。順番としては。派生は全然 OK なんで。OK です。そういうことね。僕はこいつの懐入れない。危ねえ、危なくない。尻尾。あ、やばいかも。生きてる。あ、生きてないかもしれない。申し訳ない。今日の晩飯にしてやりますよ、こいつは。本日の料理の完成です。やばいかも。すいませんでした。これサムネイルね。やったー、やったー。僕はモーションと遊んでる間に、ありがとうございます。本当にもうようやくですよ。ようやく千の古城実質こっからスタートです。あっついていっちまったぜ。一人にはしておけない。だって私たち仲間だもんげ。続け続け、仲間を殺す矢を撃て。すいませんでした。体が勝手に動き出す。ポテトサラダ好きです。ポテトサラダにキュウリ入れてるやつは嫌いです僕。あとやたら水っぽいポテトサラダもダメ。伝わってこの気持ち。キュウリは単品なら僕全然いいんですよ。単品料理ならキュウリがいいんですけど、あいつなんか溶け込まないですよね。しかもなんか全然栄養ないくせに、なんかこう他のものと一緒に溶け合わないっていう自己主張の強さ、無能の極みですよね。栄養がないくせにやたら青臭さを主張してくる。大体いますよね、集団にそういうやつ一人ぐらい。そう、落ちないですか、ヘビちゃん。やる、洋画見るんで。じゃあ分かっちゃうんですよね。こいつのフィギュアが3万するらしいですよ。舐めてんな。今ならいける。マジ。
いい音しましたけど。なかなか初見プレイみたいでいいです。初々しさが。ここで止まると。すいませんでした。ダメなんですよ。体が動き出すんですよ。あ、リカール行きたいです。さて。これで地味に強いんですよね。硬い。あ、カン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 。撤退。こうなっちまえもう雑魚ですわ。当たんねえけどな。ナイス。よいしょい。ほんともう、フール解約しちゃったからさ、アイカツ見れねえんだよ。それだけは心残り。星宮イチゴに会えない日々が、これほど辛いとは思わなかった。突撃、突撃豆タンク、やばいかも。やばくない、やばいじゃないだろ、ばいやばい。今月の21日とかでしたっけ。痛い、やばいかも、やばいかも、やばいかも、ばいやばい、ばいやばい、これはばいやばいですよ。イエー、はい、トラップが復活してるとはね、僕知らなかったんです。ほんとほんと知らなかったんです。まさかですよね。最後のエスト美味しくいただきます。非常に新鮮で非常に美味しい。いきましょう。あれ、こいつの曲ってこんな、なんかね、アニムランドのね、方向性というか方針変わったんですよ、ここ最近。あの概要欄を見ていただけると一発で分かるんですけど、そう、最近ちょっと変わったのよ。うう、ここでよろければ落ちる。あ、助けて、生きてる、生きてる。お、じゃあぶち込んでやるぜ。落ちたな。あ、落ちてない。股間をじゃあ必要に。たまたまを攻めに行きます。あ、シーユー。奈落の底に行きましたね。落ちたな。幻のボス面がいるんですよ。アイアン攻略の装備結構好きなんですよね。なんかあの胴体の装備がガンダムのケンプファーみたいでかっこいいんですよね。胸が飛び出てる感じ。ケンプファー胸が飛び出てる。アイアン攻略女の子説。イエーイ。パインアメだ。パインアメってでも最後に食べたの何十年前とかって感じですよね。でまだ売ってんすよね、あれね。息が長い。やっとここまでたどり着いた。なんかせっかくいいムービーだったのに飛ばしちゃった。すいません、オプションボタンを連打する癖がね、抜けない。あのうるさい超えればあとはもう一瞬ですよ。あ、後で月光町行かないとな。DLC 行く前に強敵がいましたね、そういえば。あれ、結局ヒュドラでいいんですか、名前は。諸説あり。ここで終わっとく、それともあの行っちゃう。時間的に8時ぐらいまでやろうかなと思ってたんですけど。
舐めていくうちに鋭くなって舌が傷だらけになるんですよね。パイ舐め。それすげえわかる。途中で狂気になりますよね。